こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、スピネルちゃんお迎え後2ヶ月目の身体測定やっていきたいと思います。はい、ということでこちらにね、入っておりますミゾトカゲのアルビノのね、スピネルちゃんなんですけども、お迎えしてから今日で2ヶ月が経過しました。いや、ちっちゃくてね、本当に最初は結構不安ばっかりのスピネルちゃんの飼育でしたけどもね、すくすくと育ってきてくれているということで、今回は2ヶ月目の身体測定ね、やっていきたいと思います。スピネルちゃんの方はね、こんな感じでノートに記録してあるんですけど、お迎え時がこちらです。 48.6g 38cm でしたね。でね、1ヶ月経過してからがこちらですね、10月の16日なんですけど、 73.8g でした。なので最初の1ヶ月の時は体重で言うと 25g ぐらいかな、増えてるんですけど、2ヶ月目ですね、何グラム増えてるのか測っていきましょう。はい、ということでスピネルちゃんね、ここにいるんですけども、他の子たちはね、こっち一番下は、うわ、もう早速うんちしちゃってるけど、こっちは、アザンティックのね、3匹が入ってまして、一番上、うわ、こっちももううんちしてた。こちらにですね、ノーマルの子たちが4匹入ってるって感じでね、分けました。アザンティックの子たちとノーマルの子たちはね、分けました。大きくなってきたのもあったり、あと食事の時結構ね、噛みつきが、多くなってきちゃったので分けてみました。で、トムはこっちにいます。トムさんじゃあね、おお、そんな話してるうちにスッピーがうんちしましたけど、さあスピネルちゃん、うんちした、今日のね、体重ちょっと測りましょう。さあスピネルちゃん、おいでー。さあ、すっきりしたスピネルちゃんがじゃじゃーん登場しましたけど、どうですかね、手のひらの上でも結構大きくなったの分かりますかね。やっぱりね、アルビノの子っていうだけあってね、こう脱皮前になると、体表がちょっとね、やっぱ汚れているので、少し茶色いんですけど、じゃあ入ってもらって、ほら、体重測定です。94.9。さあ、もうちょっとね、何回か正確に測れるといいけど、 94.9 ですかね。ちょっとでっかい体重計にね、変えてみました。まあ、これになると 1g 単位でしか測れないんですけれど、まあ、さっきのはちょっとね、測りづらかったので、もう一回じゃあスピネルちゃん入ってもらって、96.5g、 95g ですかね。はい、ということで、2ヶ月目でほぼね、ホームカイジから、倍の大きさになりましたね。はい、ということで見ていきたいと思うんですけども、お迎え時がね 48.6g で、1ヶ月後が 73.8、 そして、もう1ヶ月経つと、今日ですね 95g ということで、 48.6g、 お迎え時ね 48.6g から 95g ということで、倍ですね。2ヶ月で倍の重さになりました。いや、すごいですね、さすがの成長ですね。ご飯はですね、今現在はうずらがやっぱり一番食いつきよくて、で、マウスに関してはなかなかね、食べなくなってきました。一日ね、ご飯の間隔を空けて最初にね、ピンクマウスを見せても、食べないっていうことがあって、で、やっぱり、その時にうずらを見せるとすぐに食べるっていうことで、今はね、うずらがこの子はね、大好きみたいです、スピネルちゃんは。うん、いやいや、すくすくでも育ってくれてて、やっぱりね、毎日見てるとなかなか変化がね、分かりづらいんですけど、いや、こうやってね、数字で分かると、成長してるのが分かって嬉しいですね。ちなみにロンちゃんですね、この子が、この子ロンちゃんなんですけど、あの、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。綺麗なんですけど、ロンちゃん何グラムですかね。92グラム。あら、スピネルちゃんよりちょっと軽いけど、
全然変わらないですね。同じぐらいですね、ロンちゃん。ロンちゃんも大きくなってますね。ロンちゃん大きくなったな。ロンちゃんがね、生まれた時は60g でしたからね。 60g でしたから、いやー、そう考えると、で、生まれたのが、ロンが生まれたのは僕と同じ誕生日ですね、8月21日なので、9、10、11、3ヶ月で 92g、3g まで大きくなったっていうことで、まあ順調じゃないかなと思いますね。順調にロンの方も育ってるかなと思いますね。まあ、どの段階で、成長をね、バッてこう伸びていくかっていうのはその子次第であったりしますからね。まあでも本当にロンもね、バクバク食べてくれてるので、これからより成長に期待かなと思いますね。そしたら続いてワンちゃんですね。この子がワンちゃんですけど、いや、でかいですよ。ワンちゃん何グラムでしょう。ワンちゃんがですね、5月20日生まれなので、大体ですね、もう半年なんですよ。で、生まれた時が 30.8g でした。で、今167g ですか。もうね、ちょっとね、8月から計測ちょっとサボってしてなくて申し訳ないんですけど、生まれた時が5月20日で 30.8g で、今日、167g っていうことで、めっちゃでかくなってますね。めちゃめちゃでかくなってる。だいたい4倍、5倍ぐらいになってますね、ワンちゃん。ワンちゃん大きくなったね。まあ、昨日かな、昨日大量にうずら食べたばっかなので、それもあってかなり体重あるかなと思うんですけど、いや、重くなってますね。大きくなってる、なってる。でね、ワンちゃんね、みんなにね、知っておいてほしいんですけど、模様をね、見てください。ここ、これ、わかります？ハートなんですよ。ワンちゃん模様にね、ハートが入ってるんですよ。ここね、ここわかりましたかね、ここね、ここあとも、若干この辺とかもなんかハートっぽい模様ありますけど、ここにね、完全なハートがね、こうあるんですよね。そんな、かわいいかわいいワンちゃんですけど、167g っていうことでね、まあ、そんなね、ワンちゃんですけど、かなりね、大きくなってきてくれたということで、非常にね、慣れてきてくれて嬉しいなと思いますね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。2ヶ月目のね、スピネルちゃんの身体測定やってみました。長さの方はね、動画では撮ってなかったんですけども、43センチになってました。お迎え時が38センチだったので、まあ5センチ、長さではね、伸びたっていう感じでございました。いや、本当にすくすくと育っていってくれてるのかなという感じでね、一安心とともに、まだまだ、まあ気は抜けないですけども、しっかりとね、スペルちゃん大きくしていけられるように頑張ってね、飼育していきたいと思います。あとね、まあ、ノーマルのロンちゃんと、ワンちゃんもですね、かなり、大きくなってて成長が見れたんじゃないかなというところで、今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。